はい、こんにちは、イヤイズテレビのナントです。今日はなんと私の誕生日だったんですね、7月の18日誕生日です。皆様から Facebook を通してお祝いのメッセージをたくさんいただきました。誠にありがとうございます。実を言うと私の誕生日7月18日となっておりますが、免許証の誕生日、これ戸籍上の誕生日は7月18日なんですけれども、まあ、私が生まれたばかりの頃の、母子手帳っていうのがねうちに残ってまして、その母子手帳にはなんと7月17日生まれっていうふうに書いてあるんですね。どっちが正しいのかなっていろいろ考えたら、やっぱりあのうちの父親がどうも間違って7月18日に、登記っていうんですかね、あの戸籍に18人して多分、なんていうんですかね、母子手帳の方が合ってるんじゃないかなと思いますんで、おそらく本当は7月17日なんじゃないかなっていうふうに思います。皆様からお祝いのメッセージいろいろいただきまして誠にありがとうございます。今日一日ハッピーな一日を過ごしたいと思っております。またこれからもよろしくお願いします。それでは、わら。